今日から俺も超大手広告代理店の一員だ。頑張るぞ。やれやれ、あまり張り切りすぎるなよ。無能に見えるぞ。誰だ。僕はパンダ。この会社の頂点に立つ男さ。初日から変なやつに絡まれてしまった。抵抗ペンギン。やばすぎる超大手広告代理店の社訓。おはよう。今日から俺が上司だ。上司、至らないところもあるかと思いますが、このパンダメをよろしくお願いします。さっきまでの不遜な態度はどうした。超有名企業、お前らは今日から我が社の一員なんだ。プライドを持って仕事に取り組むように。もちろんです。他の弱小企業どもを見下せばいいんですよね。プライドの意味を吐き違えてる。鬼十足、この会社には鬼十足という社訓があるんだ。オニオンリングをサイトメニューで選べますか。どんな聞き間違いだ。鬼十足だ。我が社の社訓のようなものだ。我が社の社員たるもの、鬼十足に従い仕事をこなすんだ。その1、これもうらい。おい、それは俺がやった仕事だろ。知らないもんね。よし、仕事終わりました。次は何をすればいいですか。甘えるな。え、鬼十足その1、仕事は自ら作るべきで、与えられるべきではない。自分で仕事を作り出すんだ。わかりました。ペンギン、この資料にわざと間違いを作っといたから修正しといてね。お前のは作ってんじゃなくて増やしてるだけだ。その2。ふう、一段落した。何休んでるんだパンダ。いや、今やってた仕事が終わったので。鬼十足その2、仕事とは先手先手と働きかけていくことで受け身でやるものではない。先手先手で働きかけろ。はい、わかりました。ペンギン、これとこれとこれ、あと全部終わったら来週の分もやっといて。先手先手で俺に仕事を押し付けるな。その3、ペンギン、なんだお前の取ってきた案件は。何かダメだったか。仕事が小さいんだよ。鬼十足その3、大きな仕事と取り組め。小さな仕事は己を小さくする。パンダを見習え。お前はどんな仕事をしたんだ。僕は世界一大きい笹のパンケーキを作ったんだ。それ仕事。その4、ペギン、お前にこの仕事を任せる。こんな仕事を新人の俺には無理じゃないか。鬼十足その4、難しい仕事を狙え。そしてこれを成し遂げるところに進歩がある。これを超えて進歩するんだ。ならお前が狙ってる仕事が簡単なのばかりなのは何かの間違いか。いや、あれは俺にとっては難しいんだ。プライドは。その後、さすがにこの案件は取れないんじゃないか。そうだね、上司、諦めましょうよ。これ以上深追いしても効率が悪いぞ。甘えるな。鬼十足その後、取り組んだら話すな、殺されても話すな、目的完遂までは。上司が本当に手放さないか、こっち試してみようか。やめろ、腹黒パンダ。その6、よーし、お前ら今週はみんなで休日出勤するぞ。さすがに俺たちにも予定があるんだけど。鬼十足その6、周囲を引きずり回せ。引きずるのと引きずられるのとでは、長い間に天地の開きができる。お前に引っ張られていったら地獄に引きずり込まれそうなんだけど。その7、よし、今日はお前らの計画を聞くぞ。計画はありません。今日の仕事は何とか乗り切るだけです。そんなんじゃダメだろう。仕事が多すぎて計画を立てる時間がないんだ。鬼十足その7、計画を持て。長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫と、そして正しい努力と希望が生まれる。さあ、今日は朝まで計画を練るぞ。忍耐の限界と思考停止と、間違った努力と絶望が生まれた。その8、今週出した資料を見すがったぞパンダ。すみません、あそこ自信なくて。鬼十足その8、自信を持て。自信がないから君の仕事には迫力も粘りも、そして厚みすらがない。パンダ、自信を持つんだって言われたんだけど、君にやってもらった仕事にどうすれば自信が持てると思う？自分でやればいいと思う。その9、おいペギン、今俺の茶が空になってるぞ。知らない。鬼十足その9、頭は常に全回転。八方に気を配って一部の隙もあってはならぬ。サービスとはそのようなものだ。お前にサービスする必要性がわからない。そんなこと言うもんじゃないぞ。俺はみんなに媚びを売ってこの地位まで来たんだ。そう、俺の媚び売りはまさに一部の隙もないんだ。もっと他のことに頭使え。その10、ペンギン、頼んだ仕事終わってないぞ。終わる量じゃなかったろ。何？
お前タイダだぞ。だったらもっと考えて仕事を振れ。二人ともやめなよ。いや、やめん。鬼術足その10。摩擦を恐れるな。摩擦は神父の母、積極の肥料だ。でないと君は卑屈未練になる。この衝突が成長につながるんだ。でもお前自分より偉い奴には媚び売るじゃん。だから俺は成長しなかったんだ。なるほど、納得。責任参加状。鬼術足っていうだけあって本当に鬼だね。社畜を超えた鬼畜だな。新入社員を教育するためには必要なんじゃない？洗脳じゃなくて。お前ら鬼術足は頭に入ったな。じゃあ次は責任参加状だ。何ですかそれ。我が社の責任に関する社訓だ。まだそんなもんがあるのか。その1、ペキン。お前の報告ミスだらけだぞ。ミスしてないはずだぞ。責任参加状その1、命令、含め、連絡、報告はその結果を確認し、その効果を把握するまではこれを成した者の責任である。その限度内における責任は断じて回避できない。だとしても全部ちゃんとやったぞ。でも俺の追加命令が反映されてないぞ。追加命令はされてない。いいやしたはずだ。命令の結果を確認し効果を把握するまではお前の責任じゃないのか。ああじゃないだろ。あじゃ。その2、お前らちゃんと俺の言った通りに仕事やれよ。言われてないから無理。責任参加状その2、1を聞いて10を知り、これを行う英知と才能がないならば、1を聞いて1を完全に行う注意力と責任感を持たねばならぬ。そもそも何を僕らはできてなかったんですか。俺のミスの尻拭いだ。俺が上から言われたことを適当にやったから生じたんだ。その責任参加状には続きがあるぞ。1を聞いて10を誤るごときものは100害あって一理ない。まさに組織活動の癌である。削除させられるべきである。上司、削除させられちゃいますね。誰がこの部署の癌だよ。今笑うとこ。その3、この案件無茶じゃないか。大丈夫だ。責任は上司である俺が取る。かっこいいです上司。責任参加状その3、我々にとっては形式的な責任論はもはや一辺の価値もない。我々の仕事はつけば血を吹くのだ。我々はその日その日に生命をかけている。言葉が重い。そしてさあさあ、鬼術足と責任参加状をしっかり守って働け。おい上司。なんだペンギン、仕事サボってたな。他の部署の人間に聞いてきたが、鬼術足も責任参加状も現在では廃止されてるらしいじゃないか。お前、俺たちを働かせるためにでっち上げたな。そうだったんですか上司。それがどうした。俺は成績を上げて出世しなきゃいけないんだ。残念だったな。今この会社は違法労働やパワハラには敏感だ。このことを報告したから、お前の首は直に飛ぶぞ。そんな、俺は先輩方にされたのと同じことをしただけなのに。時代は変わったんだ。もう二度と過労死する人なんて出しちゃダメなんだ。
もう年末だね。今年も早かったな。仕事しかしてなかったからね。ま、でも年末くらいはゆっくりできるに決まってるよね。次回ブラック企業の年越し。パンダ、それ盛大なフラグだぞ。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ。この腹黒パンダが。